CC は日本の妖怪。和歌山県、広島県、山口県、福岡県に伝わる。姿はイタチに似ており、牛や馬などを襲うという。日本国語大辞典や広事園の記述によると C は畜子国や巣王国などに伝わる怪獣で、その姿はイタチに似ており、夜になると人家に侵入し家畜の牛や馬を害する存在であるという。江戸時代の書物。 山和本蔵、和艦三サイズへ、蔡カナ族団などでは C に黒という漢字表記を当てている。山和本蔵の解説によると、ス王国や畜子国におり、やはり牛馬に害をなすもので、賢い上に素早いのでなかなか捉えることはできないと、ある。蔡カナ族団では、奈良県吉野郡にいるものとされ、人間はこれに触れただけで顔、手足、喉まで傷つけられるとある。 この黒とは本来は中国の伝承にある怪物の名であり、宋時代の書、鉄地山相談によれば黒の一種として黒感というものが千話年間の落葉に現れ人間のようだが色は黒く人を噛むことを好み幼い子供をさらって暗らいその出現は戦乱や亡国の兆しとして恐れられていたとある。また明時代の書、越日総対ではこの類として あやがしというものが夜になると人家に侵入して女を犯し時に星のごとく黒木のごとく火の屑のようにもなるとある。江戸期の書物にある黒は日本の正体不明の怪物にこの中国の黒の名を当てはめたに過ぎないとの説もある。ありがとうございます。